旦那してもやっぱり同居って、うん、やっぱルールとか必要ではないか。うんうんうん、大事大事。そうの。うん、先に決めとこう。そうそう、やっぱ家族ではない人と一緒に住むというのは、うん、やっぱルールって大切だと思うんですよ。うんうんうん。なので、うん、みんな視聴者のコメントでも教えてほしいんですけども、うん、まあ、こういうところは決めた方がいいですよっていうのをぜひ教えてほしい。ちょっといいな。あ、部屋凸はしない。あ、それも大事。それは大事。お互いこれね、お互いもうすでにそれ話し合い組みなんですけど、うんうんうん、お互いもプライベート空間、うん、部屋。自分の部屋というのをちゃんと分けてあって、そこには勝手に絶対何があっても入らないっていうのを決めました。うん、そう、部屋にだからもし、うん、そう、例えば、まあ、一軒家借りて、そんで、うん、私が2階で、うん、かなたが1階に住んでいるとするじゃないですか。うん、で私はかなたがいる階には、うん、最初からディスコードで行くでって言わない限り行かない。そう、これね、家の中でもディスコードを使った会話を基本的にして、ディスコードは常識よ。そう、それでちょっと常識、今日多分家の中もディスコード今日ちょっと晩ご飯一緒に食べようかってディスコードパチパチパチってしてて、おー、じゃあいいじゃん、玄関に45分で集合だ。玄関じゃあ45分だったら玄関に着替えて集合ねっていうそれで良いだよな。それいいよね、それが一番気楽だよね。そう、あとトイレは2つ、トイレ2つ、トイレ2つ、めちゃめちゃ大事。そう、これ2人で決めてるんですよ、お互い。トイレ2つ。そう、これはね、ホモライブハウス私建てたいって言った時点で、うん、だからもう3ヶ月ぐらい前にもうすでにかなたんとホモライブハウスってさ、うん、トイレ絶対2つだよねって言ってたね。覚えてる。覚えてるよ。だって絶対、いや、もう1つじゃ無理でしょみたいな。どうすんの、誰かがこもってたらもう誰かが、もう一人がもうお腹壊したりあるかもしれないじゃないですか。全然あるよね、というか。あるでしょ。その時に我慢をする、私ね、我慢って絶対やっちゃいけないことだと思う。それがね、特に二人で、うんうん、何か二人で暮らしている時に、うん、一番何かの喧嘩などの原因になるのが我慢。そうなんだよ、マジで。我慢するといつかね、爆発するからね、え、そこは我慢せず行こうや。それしないためにやっぱ勝手に入らない、うん、トイレ2つ、うん、なんか私の声がおかしく聞こえるんですってコメントで。なんかさ、ちょいちょい途切れてるんだけど、ここがもう僕が聞いてるのに。私の声途切れる。なんか回線生きてる。回線は生きてるよ。なんだね、ディスコードなんじゃないよ。ディスコードの問題か。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね、うん、あ、ディスコードの設定変えるか。なんか音質も悪いって、画質も悪いしね、ちょっとこれだってアップに耐えられんよ、この画質。ちょっとほら。アップに耐えられん。なんだよ。この画質は。遅くんじゃないよ。なんだなんだ。あ、いいよ。あ、それいいじゃん。それで行くよ、それで。画質問題もいい感じ。カート系。もうでかすぎて途切れてんだよ、ちょっと。え？途切れた？顔しかないじゃん。いや、いい。調整しろ、調整。調整してる。今、してる、してる。体がねえぞ、体が。まあ、いいか。体ないぐらいがちょうどいい。ちょっと大きくしよう。どう？画質良くなったね。画質めっちゃめちゃ良くなった、本当に。なあ。うん。声質が悪い。もう声が悪いみたいな言い方やめろよ。これでどう？これどう？みんな変わった？ちょっとマシなんじゃないかな。あ、なんか綺麗になった。え？本当に綺麗になった気がする。やっぱり。天気出しちゃっただよ。すげえ天才。生まれ持ちましたよ、天才がよ。なあ、完璧。いい、あ、これやっぱね、素晴らしい。やっぱいい、戻った、うん、よくなった、ありがとう。あと、この設定にするわ。これからこの設定で生きていく。忘れないでね、それね。